Okay. We shall continue. First, let's see what this information is. Here's a plan for an accessory. I have to get rid of it from the storage with the new supplies coming. Anti-seal patch. ここまで来れば大丈夫です。やったです。町に着いたです。ほらね、やっぱり信じて正解だったでしょ。周りにも追ってらしき人たちはいないようですし、どうやら完全に巻いたようですわね。さて、無事に逃げ切れたことですし、あなたたちにはある人に会ってもらいます。それが私たちを助けた目的？はい。まさかルイの女神が先回りしてこの町に来ているというわけではありませんわよね。Well, that can't be good. That would destroy the whole purpose of escaping. ハズレではないのですが、そのあたりは答え方にちょっと迷いますね。やあ、フィナンシェ。久しぶりだね。Wait, who's this?素敵なお嬢さんを2名も連れているように見える。彼女らが以前君が言っていた例の。Is this a twin? はい。教会に追われていたところをなんとかお連れすることができました。なるほど。私の名前は、そうだな。兄とでも呼んでくれ。こちらは弟。Wait, so you're telling me your name is older brother and your brother's name is younger brother. Your parents really weren't bright parents, were they? 兄さんと弟さんです。不思議な名前です。I see Kampa is on the same page as me. 本当の名前ではないよ。コードネームのようなものさ。ねえ。兄ちゃん。Oh, okay. I was about to say. ああ、そうだと思う。ところで、メガネの似合う金髪のお嬢さん。あなたのお名前を我ら兄弟に教えてはいただけないでしょうか。まあ、素直な方ですのね。私はベールと申しますわ。ベール。なんとも慈愛に満ちた豊満なる響き。ぜひベール様と呼ばせてください。 Oh boy. Looks like Bert has a crush. Then again, I'm not surprised. ええ、構いませんわ。ではピンクの髪のあなたの名前は何というのですか？私です。私はコンパ。Is this turning into a dating game or something? コンパさん、まるで天使のような豊かな響きの名だ。私、初めて名前を褒めてもらったです。私、ネプチューヌ。Like, nobody cares about Neptune. 私は IF よ。フィナンシェよ、これからこの方々はあの方に。はい、少し複雑かもしれませんが、それでも力になってくれると思うんです。では僕たちも共に行こう。レディーをエスコートするのは紳士の役目だ。コンパさん、さあこちらへ。ありがとうございますです。ベール様も私とご一緒に。この辺りは滑りやすくなっているので気をつけてください。 Good Lord, just ask him out. あら、お気遣いありがとうございますわ。 Poor if and Neptune. ねえ、アイちゃん。ネプコ、あんたも気づいてた。あの二人、私たちのこと無視してるよね、絶対。
コンパとベールだけひいきしちゃってさ。何のつもりかわからないけど、久しぶりにカチンときたわ。It's clearly a guy thing. ごめんなさい。あの二人は胸の大きな女性しか眼中にない少々特殊な兄弟なので、どうか気を悪くなさらないでください。 Special arrangements, you say? なんだと？ここに来て胸で差別？なんなのよこの大陸は。許せないよアイちゃん。ネプコ、私が許すわ。変身でも何でもしていいから、あの二人をギャフンと言わせてやるわよ。 What the hell? He wants Neptune to transform in a more a developed body. OK だよアイちゃん。 Oh my god. Just to get attention? あ、ん？どうしたのよネプコ。ちょっとそこの二人待ちなさい。この声はな、あのチンチクリンがいなくなった代わりにナイスバディなお姉さんだと。What? Oh my gosh, this game is too much. これが私の本当の姿よ。True power, true body. 我ら兄弟、未熟ゆえに見た目の豊かさしか見抜けなかったことをお許しください。Oh wow, you said flat wall. Oh goodness. 名を何と申されますのでしょうか。ネプテューヌよ。ああ、なんと甘美なる響きの名前だ。まるで心が洗われるような、まるで女神のような名だ。てか、おいネプコ、裏切るの？ Damn. So if is left out in the cold once again. ごめんなさい、アイちゃん。これも私の姿なの。ね、ね、ネプコの裏切り者！ Oh. Oh my god, I feel so bad for if, man.この人たちで本当に大丈夫なんでしょうか。ベール様、まるで女神のような素敵な名だ。女神だけどな。ネプテューヌという名もまるで女神の名を冠しているような素晴らしい名前だよ。女神だけどな。Aw, come on, Eve, don't be that way. アイちゃんがすっかりやさぐれてしまったです。ところで、これからどこに行くんですか？そういえば、女神のような美しい女性に目を奪われ、すっかり忘れてしまっていたよ。女神だけどな。大きいことは罪だね、アニちゃん。小さくて悪かったな。Come on, if don't be this way the whole game. 端的に説明しよう。我らはレジスタンスだ。レジスタンスというのは分かりましたわ。けれども、何に対してのレジスタンスですの？それはもちろんルイーの女神、ホワイトハート様に対するレジスタンスさ。な、なんですって？ So they're like a rebellion? ああ、わかるわ。ホワイトハート様も貧乳でしたもんね。If, seriously, come on, drop it already.
どうせ胸のない女神様を下ろして自分たち好みの胸の大きな女神様を祭り上げようって魂胆なんでしょ。はいはい。Good the grief, woman. Please, just drop it already, Lady Thunder Tits. ネプネプ、アイちゃんのやさぐれ具合がひどくなっているです。ごめんなさい、アイちゃん。私が裏切ってしまったせいで。アイちゃんの予想そのままでしたら、私としてはまんざらではありませんわよ。それは本当ですか。あなたのためなら我ら兄弟は地の底までお供いたします。この二人に説明させると面倒なことになりそうなので、私が説明しますね。 Please do, because this is getting nowhere. ルイは他の三つの大陸とは異なる独自な文化を持つ、子供も老人もみんな笑顔の絶えない平和な大陸でした。しかしここ最近になってルイは他国侵略のために武力を強化するなど、かつての笑顔あふれる大陸とは程遠い過激な軍事国家へとなってしまったのです。 That's pretty serious. まさかあのルイがそんなことになっていたなんて。もちろんそんなの私たち国民が望んだことではありません。すべてはホワイトハート様の独裁政治によるもの。だから私たちはかつてのルイを取り戻すためにレジスタンスを結成したんです。アイちゃんは知ってまして。どうせ私は小さいですよーだ、小さいですよーだ、小さいから何だって言うのよ。Oh my gosh, really? You're still on that?まだダメージが残っているみたいですわね。ネプネプ、アイちゃんがひどくなる一方です。思っていた以上に気にしていたのね、アイちゃん。アイちゃん、いい加減にしないと私アイちゃんのことを嫌いになってしまいますわよ。 How? She better do what she says. Yeah.クールでかっこよくて、そしてたまに見せる可愛らしい一面が好きでしたのに、腐った魚のような目をしたやさぐれたアイちゃんなんか、私のアイちゃんなんかじゃありませんわ。私の情報によればルイが武装を始めたのはここ数ヶ月の間。 What the fuck? なんでもある日突然人が変わったかのようにホワイトハート様が過激な方になったみたいよ。ま、私の情報網にかかればこのくらい朝飯前ね。 Okay, she definitely changed emotions very fast. さすがアイちゃんですわ。なんという変わり身の速さなの。 Vert has that effect on us.ネプコもそろそろ変身を解いたら、いざという時に疲れて変身できなくなっても知らないわよ。それもそうね。一体ホワイトハート様に何があったんです、フィナンシェさん。それは私たちの口から説明するより、これからあなた方に合わせる方に聞いた方が早いと思います。Interesting.さあ、ちょうど着きましたよ。